が走るよ、ルルル、ズブズブ濡れるよ、ズンズズン。クリスに会ったらすぐ戻る。クレアのあ、みんな心配性なんだから。はい、こんにちは、ブルーホースでございます。ということでね、やっていきましょうか。バイオベースアート2リバース編ということでね、リバースのブラックになってよくわかんない、いつの間にゾンビ現れる。あなたが持っているそれじゃないよ、もう強烈な武器を持っているはずでゴンスよ。はい、ということでね、裏編やっていきましょうか。で、前回までレオン編で、まあ、ロケットランチをぶちかますっていう非常に気持ちいい旅に出てたんですけれども、まあ、それだけ見てても皆さんが気持ちいい良くないということだと思いますんで、まあ、多少はちょっと焦るようなあの場面も作った方がいいのかなと思っていますので、ウレア編って誰だクレア編に関してはあのちょっと普通のマシンガンを使ってねやっていこうと、まあちょっと楽したいんでね、せっかく手に入れた時まだあの自分が一人でコソコソってやるプレイの中でもやったことがないから、ちょっと無限武器をこう楽しむところをね、皆さんとシェアさせてもらえたらなというふうに思ってますんで、お付き合いいただけたらと思いますんで、よろしくお願いします。はい、で、まあ、早速ね、警察署にもうあの侵入したところで、お墓まみれっておかしいな、まあ、死体だらけのね、あの庭に潜入したクレアちゃん編から始めていこうというふうに思います。なかなかナウローディングが結構長かったりするよね。うん、まあ、そんなこんなでね、ガチャコン。で、さっき着てたはずの服と、なんかチェンジ。いつの間に着替えたのっていうところなんですけど、本当いつの間に着替えたの、逃げながら、あーっつって、あーって言いながらこう全部脱いでって、あーここに服があるわって言って、ふふふふふ。レオン、服先についてるよね。服の実って本当いらないよな。そんな消え物みたいなことはどうでもよくて、じゃあ早速ね、向かっていきましょう。で、これどこまで行って一旦終わりにするかっていうところなんで、ね、とりあえずホールまで戻って、ヨンちゃんの家にうちのステップができればそれで終わりみたいな感じでいいかな。はい、じゃあレッドホール。で、ここに寝ている。この街が緊急事態の時にさ、よくもこうやって酔っ払って寝てられるよね、皆さんね、ほんと。うん、いやー、ほんと。よし、じゃあ、キーですね。ねえ、じゃあ、ここで変態。あの、服の上からあの包帯を巻いているという、あの、荒領事に出ているレオンさんをね、合流して、で、レオンは上から見て何を見たかというと、もうおっぱい谷間しかないっていうね、爆発的バスト。ただ、なんかその、よくさ、バイオハザードを考察している人たちがさ、最近増えたじゃん。まあこれだけね、全世界であの売れてるゲームだったら視聴回数も伸びんじゃねみたいなね。もう僕は趣味でやってるからいいんだけど、まあああいうのまとめる人すごいなと思うんだけど、まあそれはいいとしてね。そうね、なんかこうやっぱジルとか、そのアシュリーとか、君の兄さんはシェリーとかは結構性的な対象で見られることっていうのが多いと思うんだけど、なんか傲慢なバストを、まあエイダさんとかね、傲慢なバストを持って、まあ、そこそこ健康体をしているにもかかわらず、あんまりクレアってそのなんかキャッキャウとかお箱の対象にはなってないみたいな解説をされている方がいらっしゃったんですよね。まあ僕もクレアあんまり、うん、どっちかというとまあジル、もしくはデベックか、まあ、シックスのシェリーとか、まあ、それから、まあ、アシュリーなんかは、ね、常に、ね、白いものを見るためにあのパンパン動画見ながら見てたっていう感じなんですけど、確かにクレアがそういうね、エロい目で見られるっていうことってあんまり、うん、言われてみればないなって思いましたね。まあ、こんだけ、ね、肉体美があってエロい格好をしてておっぱいもあるのに、なんでなんだろうね。やっぱり強烈な兄貴が上にいるからかな。強烈な兄貴のせいでそういう目で見た瞬間にあの本当ゴリラパンチかまされて、ロック岩ゴロゴロ2トン以上あるような岩を転がされてとんでもない目に遭わされるみたいな。プサボーイ、お目目大きくしときました。アイプチってやつかな。そうっていうのがあるんでね、だからやっぱそういうのもあってなかなか、うん、そういう目線で 見てあげることができないのかな。まあ、だとしたらやっぱり兄貴の弊害ってクソでかいんだなって思うけど、あ、痛い痛い痛い。これで、しばつ。これ結構裏辺の最初のここって、まあもう二度と来ることもないし、ゾンビがこの中に入ってくることもないから、結構、
最初シビアだよね。これ弾も弾もクソ少ない中でさ、こんだけさゾンビがさ うろうろ何体4体くらいいるのか、4体もさうごめいているっていう中でねやっていくって結構ハードル高いんじゃねって思うんだけどね。あとさ、まあこういうのって何アマチュア版とかでやればいいのかなとかって思うけど、あのなんだったっけ、ほらエコロジストじゃなくてミニマリストだっけ。あ、生きてる、死んだ、気持ちいいな。ちょっと装填するときのその油断っていうかそこが心配だけど超気持ちいい。こんだけ連射できてれば連射できれば気持ちいいんだよな。おちょっと待って、そんちょっと待って、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 ちょマジかよ、いきなりやられたじゃん。近くにいたのか、侵入経路そこかよ、マジか。こっち来てるならこっち来てるよーっていうこと一言言わなきゃダメでしょうよ。ほうれん草って知ってる？報告しても知らない、連絡しても知らない、告白されても知らない、あ、そう、あれ、そう、違う、そう、そう、そう、相談されても知るかっていうね、あの社会人のキーワードがあるんだけどさ、機能しないようにするってね。いやーもう何、いきなり食らっちゃってよ。これ食らわないままね行って、なんだっけ、あのハーブを食わないでクリアするってやつ若干狙ってたんだけど、このままって良くないよね。いきなりやっちゃったな。そんな僕も可愛い。うっ、じゃあいらないのは捨てておきましょう。じゃあ組み合わせないよ。何と組み合わせるんだ、板に刺してで、この中に確かリーゾンいるね。リーゾンここ出てこれる、こっちに存在気づいてるよな。気づいてるけどいけないから諦めて、ただこれ一発一発が確かあれだよね、ハンドガンより威力が低いっていう話だったね。いやちょっと お尻を突き出すな。これ以上しかも2体だけだったよね。こっち行って、あちゃ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 、この燃えてるゾンビに触れても何ともならないっていうね。こっち行っても仕方がないよね。こっちにゾンビが待ち構えていないよね。 OK、まあこれアイテムスロットまとめられるからこのまま行きましょう。とかどこに仕込んでんだろうこの板って。なあんな小さいボストンバッグじゃねえ、あれなんだったっけ、ウエストポーチか、ウエストポーチなんかに入ってるわけないもんな。そういう細かいことはね気にしない。そのバイオ4のさ、あの宝箱とかをさアタッシュケースにどこにしまってんのみたいなね、あのこと考察してる人、考察っていうか、ね、あの探してる人がいたけど、あれどうやらね、あの VR をやった人はそこのことが分かるみたいなこと言ってたよね。浮いてます、これ入っていく、ああ入ってきた入ってきた、不法侵入です、了解、射殺します、ういおやすみなさい、足ちぎります、足ちぎりパン。じゃあここは多分帰ってきたらまた入ってくると思うので一旦封鎖しておいて、ここカチャコンと開けといて、でもどちらにせよホールに行こうと思うと一旦宿直室だったっけかなんかに行かなきゃいけないと思うので、まあ、ここはちょっとめんどくさいから一旦君は封鎖します、さよなら、いらない。こいつは、あーそうか、おやすみなさい。足ちぎっとかないとさ、急に立ち上がってこられたら結構ねビビり散らかしてね、あおんあおん言っちゃうんだよね。いたなんかいる、ここも確か普通にいるよね。レオン倒してなかったよね。この中侵入してこれるのかな、とりあえずここ拾っていこうか。どうしようかな、ホールまで戻んのもなんかちょっとあれだな、めんどくさいって言ったらダメだよね。めんどくさいけどめんどくさくない、いやとりあえず、あれこっちのって、割れた。うい、入ってきたいよね。ごめんね、ちょっとね、ゴリラパワーで打ちつけまくり、ま、受け付け、ん？でるでるでる。はい、次行こう。噛んだらもうそこで試合終了です。はい、おはようございます。さっきの時間です、エリオンさん。
しようぜ。勃起した。これがまあ北米版だったら下半身がないんだよね。下半身ちぎれポンチになってるからね。じゃあナイフ取って、コンバットナイフ。OK。で、ここゾンビは出てくるんじゃなかったっけ？バリンバリン来るよね、確かね。あれ来ない？来ない？じゃあとりあえず、あれこれどっかで手に入るんだったっけな。まあいいや、とりあえずね、まあほのぼのした感じで、またのんびりのんびりとね、実況をやっていきたいと思いますんで、ぜひね、まあゆっくり仕事の疲れや学校の疲れを癒したいなという方はね、僕のチャンネル見てね、癒されてください。ぜひね、はい。まあ、時々なんか自分がこうやって、だら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 喋ってるのとかを、なんか聞くことで、なんか何もかも忘れられるって、こんなくだらないこと喋ってる俺ってなんか結構心にゆとりがあるんだなってこう思いながらね、実況とか聞いたりとかね、まあラジオ感覚でね見たりとかもしてるんで、まあそんな感じで皆さんも同じように僕を許してくださいということでね、ちょっとねせっかく手に入ったんでね、遊んで終わりにしたいと思います。こうやっぱ32発でもあれだね、連続で撃つと一瞬で なくなるよね。まあでもさ、やっぱりさ、バイオハザードもさ、なんだかんだ気づいたけどさ、最初のダメージ受けて思ったよ。やっぱりホラーゲームなんだよね。ホラーゲームってさ、怖いよね。はい、そんなことを壁に打ち付けといて、この辺りで終わりにしたいと思います。ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して応援していただけると嬉しいです。ということでね、本日の動画以上でございます。また次回パートでお会いいたしましょう。怖い、バイバイ。怖いよ。怖いよ。動けたすぐに。ざまみさらせ。ああ、バイバイ。